今日はお父さんが実は通ってて、しかも内江から通ってくれてて、で高校は厚生高校ね、でそこから早稲田大学行ってゴルフもやって、で今こちら戻ってきてアマチュアのゴルフを極めてて、で、まあ、痛みも交通事故からね最初始まって、パフォーマンスアップするためにゴルフのねカーストレーニングしてくれたり、はい、今このジョイトレをしたりしてくれて、はい、体幹を鍛えてくれて、この前その全国のアマチュアのナンバーワンを決める大会で、全国大会でなんと何位でした？5位ですね。5位、はい、今までが最高成績は一応16位から、はい、でその時にしていたちょっとアドバイスしたんですけど、直前、はい、ビジョントレーニングをして、はい、目の疲れをデスクワークとかをゴルフもしながら仕事をしながらゴルフしてるんで、ずっとデスクワークで同じ距離のものをスマホとか同じ距離のものを見てるので、特にゴルフのパターのね、うん、精度が違うと思ってアドバイスしたトレーニングをしたおかげで5位になって、はい、そのビジョントレーニングの効果どんな感じに感じました？ちょっとまあ今年去年も結構悩みでパターの時に目が散るというか焦点が合わないというか、そこに向かって打とうとしているのにもう一回目離してもう一回見たらあれどこ向いてたっけなみたいなのがすごい多くて悩みだったんですけど、結構それ言われてやってからなんかあんまり視点が散らなくなって、向いたところあんまりこう一回目切ってもう一回向いても切れなくなったんで、そのまま思ったところに打てて、全然すごい、まあ全国大会だからまあすごいグリーンが速くて難しい状況になってますけど、まあまともに勝負、パターで勝負ができて、なるほど、本当にあとちょっとだったなっていうところまで取れたんで、ねえ、はい、もうわざわざ LINE で前日からね、最終日までこう報告してくれるぐらい効果を感じてくれて、はい、体のコンディションを整えたり目のコンディションを整えたりとかするだけですごいジャンプアップすると、そうですね、はい、俺は思ってるんだけど結果出してくれてすごく嬉しかったんで、はい、そんな体のコンディションを整えたり、はい、目のトレーニングというかちょっとコンディションを整えるようなことをアドバイスしてやってくれると、はい、ね、全国で5位、そうですね、はい、ね、なってくれたんで、はい、ぜひそんなあなたお待ちしております、はい、特にゴルファーお待ちしてます、お待ちしてます。